ていうのは絶対期末で出すからな。先に言っとくぞ。授業中かな。で、この時代の文化は、うん、ちょうど仕事も一段落するだろ。試験も近いだろうし、思い切って1週間ほどオフにすればどうかなって。おお。1週間。それは仕事上プロデューサーと会えなくなるってことなのかな。まあ調整してみたけどさ、皮下室で単語を覚えたりするよりもな。臨時的にはな。んで、建築様式は、ですが、逆に集中できてないのか。レッスンは1週間もおろそかにしては。プロとして1週間、まあね、そっちはそっちでやっぱ、やらないのも厳しいよな。大丈夫だよ。運動部だって、あ、まあ試験中そうだね、休むか。そうだな。不健康に過ごすぞっていうなら考え物だけど、しっかり勉強してきちんと食べて寝てくれるならレッスンと同じくらい価値がある。まあそうだな。文学と芸術も非常に盛り上がる。みんなも知ってるような作品が多くて、丸で、ですが、そうじゃないよね、林勢の場合は。問題ありそうかな。もちろん林勢の希望を大事にしたいよ。でも林勢は言えないよな。服装の特徴なんかも馴染み深い時代だよね。この名残で法廷で、へえ、そうなんだ。俺の学がないのはバレてしまった。一日。お。あと。もう一個。まだ一日目か。遠いな。プロデューサー様。遠いな。ん？で、ああ。カツラ今だけ使っていいぞ。マジ？あとで俺も調べてみるか。丸に眉眉ん？ま、絵描き歌？優しいごめん。お、モーツァルトみたいなやつな。大手カツラとか出てくるだろう。うん、髪はモーツァルト。お、なんかリンゼが高校生らしいような感じが。お、森のあったか、ちょっと画面見せてくれ。あら、はい、あの、あら、珍しい感じ。まあでもさ、何かあったらすぐに連絡してくれ。はい。ご連絡を。文を出すか。どうだ、カツラってはっきりわかるだろう。いえ、髪はカツラでは。話まあいっか。え？あ、落書き。へえ。その、ん？何もなくとも、連絡が、おぉ。通話が、できましょうか。いや、できる。え？絵じゃないよ。絵じゃないよ。何言ってんだプロデューサーは。
それで公園で一人ブランコかな、ま、少し嗜められたのです。あー、落書き、はいはい電話してんのかな。電話落書きをしておりました。うん意外だな、落書きか。お、勉強も周知してくれる約束だぞ、ペリー提督とかさ。どんな落書きなんだ、ペリー提督。うんうんうん、ど、まあ、左はないな、右にしてみようか。ちょっとそれはん俺も見てみたいよ。それはお、なんだろう。まだまだ上達をしなければ。すごい、電話らしいこのちょっと微妙な音声の悪さ。まだまだ上達をしなければ。あんまりうまいんじゃ落書きじゃなくなっちゃうよ。でも物足りません、落書きでは。なんか不思議と自転車ねえや、ブランコ漕ぐ音もなんか元気があるような感じがするね。プロデューサー様、奥ゆかしい。それではどうも失礼いたします。お客さん相手かな。お、駅は、花の匂い。春。どうしたの駅。え、あー、いえ。突然のおじいちゃん。どなたも。ん？おられませんか。お。そうだ、電話だけじゃダメだから、直接来たんだけど会わないわけだ。なるほどな。ここね、地下鉄ばっかりつないのよ。ヨドビルの裏側が入り口。そっから回れるから。どうも、恐れ入ります。ちょうど今時はさ、ほら、ん？なんだこれは。わーっとさ、なんだか人はこっち。ちょっと調べます。すいません。格がないのがバレてしまいますね。調べてきました。はい。人長毛ね。はあ、ははあ。秋の金木犀でいう春の人長毛みたいな感じなんですね。あんまり人長毛はあんまり見たことがないかもしれないな。金木犀はすぐわかるんだけどね。この花、人長な。人長毛。あー、プロデューサーも。そう、これうちの見事だろ。なんか今イントネーションがめちゃくちゃだった。まあ、いや、あー、人長な花の花。こっちでも人長毛ですか。いい匂いだなって思ってたとこなんです。綺麗だな。
そん？一枝持ってく。あ、いい。あんたそんな、鼻目のちゃ短けえのよ。持ってきな。は、ん？胸にちょんってのも行きだよ。どなたでしょう。良い香り。そういうことか。あ、ん？今あそこにあるのは陣長医ではないのかな。プロデューサーが持ってきたやつか。なるほどね。繋がってるんだ、これ。だからこっち夕方なんだ、リンゼの方は。はあ。春を呼ぶ香り。じゃあプロデューサー一回帰ってきて、どっか行ったんだね。お、今でプロデューサー戻ってきたのかな。一枝でいいって言ったのにな。事務所に飾るか。プロデューサー様は。これがプロデューサーの香りってのわけか、今は。14時戻り。ああ。16時半撮影立ち会い。18時収録打ち合わせ。19時過ぎ記者。で19時過ぎ戻ってきて、またね、事務作業するんだろうね。なかなか辛いな、やっぱそう考えると。19時過ぎか。おオフの間事務所へ伺っても。でも伺ってもいないんだ。またこれがプロデューサー、全くもう。絵じゃないよ、だから。19時過ぎ。リンゼ、それじゃ休みにならないよ。仕事禁止、レッスン禁止。それぐらいのつもりで思いっきり休んでくれ。何言ってんだこいつは。なじゃないよ。なじゃないよ。なんだよ。忘れ物。誰もいないけど、まあ一応こう理由づけてね、独り言をポツリと言うわけよ。忘れ物取りに来ただけでございます。その声が響くんだろうな。わかるな、なんか。あ、プロデューサーだ。すごい足音でもわかるよね、誰が歩いてきたかっていうのが。お、あーでも、そっか、時間が違うな。寒いね、まだ。19時過ぎ。戻りましたと。あ？あー、寮に帰って。ただいま、戻りました。まあ、二人とも帰ってきたんだね、ちょうど。別々の場所だけど。戻りました。誰もいないか。あれ、これ忘れ物。なるほど。リンゼの香りも置いてきたと。慎重の花の花。わっ、プロデューサーがの気配を感じたってわけか。
ロデューサー様。なるほど。はい、森野でございます。あーすまん、急に事務所来てたのか。もしかして忘れ物してるんじゃないかと思ってさ。まだ始まったばかりだね。やっぱりリンゼのだったか。あ、でもやっぱそうで分かるんだよな。リンゼはこういうハンカチを持ってるんだっていうのは。うっかりいたしました。忘れ物を取りに行きながら。いや。これ人長魚のこれなのか。いや違うか、あれは。なるほど、単語帳を取りに来たんだっけか。ハンカチ事務所で扱っておくから。はい、お願いいたします。あの、それでん、それでお電話を。今心ウッキウキしてんだろうな。え、あー、えじゃないよ。お、人長魚の匂いがする。うん、メッセでもよかったんだけど、なんとなく直接伝えようかなってさ。リンゼも、リンゼもお話ししたかった。リンゼ、うん、聞かせてくれ。本日、うん、春の香りがしたのです。春か、うーん、なるほどね。土井さん、え、お、期末テストか。土井よ、ロココ様式。ロココ様式。はい、じゃあ鉛筆置いて。答案、後ろから、うん、後ろの席から回収。森野さん、答案もらっていき、ん？ふ？は、はい。あの。ん？ああ。はい。待ちかねており。はい。待ちかねており。かわいい、恋する少女のあれじゃん。こちら、よろしくお願いいたします。わあ、すごいいい笑顔なんだろうな。はい。森ちゃん、バイバーイ。くっそ走ってる。マジか、はい、急ぐのです。ごきげんよう。おお、おー、注意されてる。いいね。申し訳ございません。いいんだよ、ちょっとぐらい。今日は特別。
ああ、友達はみんななんかもう分かってる感じなんだね。プロデューサーちゃんといろよ。いるんだぞ。いるよな。大丈夫だよな。終わった。うん。始まる。うん。いる。確かにいる。よしっと。ああ、移動中か。待ちきれないね、リンゼも。ああ、よく晴れてるな。そりゃ晴れですよ、今日は。晴れだよ、今日はもう。あ、いらっしゃい。おう。ご予約の花ね、開いてますよ。はい。春の香りを持っていくのかい。こっちはコーヒータイムかな。お、そろそろリンゼ終わってるか。もうとっくに終わって、急いで来てますよ。すーごい、ダッシュだ。本当にダッシュできる。良い香り。いや、こんな子裏切れねえ。もうそれどころじゃない、もう暑いよ、こっちは。え？あ、お、プロデューサー様。あ、リンゼ。春、え、うん、はい、まあ香りがね。いやー、踊りました。おお、会えた会えた。おお、上がってくれ。春が来たみたいだね。駆け足で来たよ、春が。いやーでも、プロデューサーもそれが分かって今、一回外に出てくれたのかな。まあそうだよね。春の陽気を感じて、あったかいな、つって外出てみて、確信したんだね。春が来たって。はぁ。あー、綺麗だなぁ。新緑がまた。芽吹いてきてる。おぉ。よかったー。ああ、今回はプロデューサーに怒らなくて済んだ。よかったー。そう、対リンゼのプロデューサーってなかなかね、こう私は、なかなかこう思うところもあったりするわけですが、今回はまた、よかったです。じゃあまた次回よろしくお願いします。